愛媛県はちくわやかまぼこなどの練り物製品の生産が盛んです。県内の工場ではたくさんの製品が作られ、全国へ出荷されています。中でも有名なのが小判型の形をしたじゃこ天です。町のあちこちにはじゃこ天の看板やのれんを見かけます。じゃこ天の原料はホタルじゃこやアジなどの新鮮な魚。家庭ではなかなか見かけない調理しづらい魚のことをザコと言い、このザコを使っていることが名前の由来です。すり身にして塩や卵を加え一緒に混ぜ合わせます。形を整え一枚一枚油で揚げていきます。じゃこ天はお酒のおつまみやおやつとして子供から大人まで気軽に食べられています。愛媛のソウルフードじゃこ天を見かけた際にはぜひ食べてくださいね。